川端明人です。今日はつま先もじもじ作庵野くるみ絵林智美を読ませていただきます。つま先もじもじ。恥ずかしがり屋のすーちゃんは言いたいことが言えなくてもじもじ、つま先に何かをこっそり書いています。これは不思議なつま先のお話。学校でお友達のたけるくんがすーちゃんのお絵かき帳をみんなに見せていました。取り返そうとしたけれど、たけるくんはすーちゃんよりずっと大きくて手が届きません。すーちゃんはつま先にこっそり書きました。やーめーやめて。仲良しのれいちゃんのお家には大きくてもわもわな猫がいます。お月様みたいに丸い目がギラリ。猫ちゃんかわいいね、ちえちゃんが言いました。かわいいでしょう。れいちゃんは嬉しそうです。すーちゃんは少し離れたところから、かわいいね、と言いました。すーちゃんはつま先にこっそり書きました。こわい、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 こわい。みんなでおやつを食べているとき、れいちゃんが新しい髪留めを見せてくれました。お月様とお花どっちがかわいい？お月様がかわいいよね、とちえちゃんは言いました。すーちゃんはうんそうだね、と答えたけれど、きらりと光るお月様を見てあの大きな猫の目を思い出してしまいました。すーちゃんはつま先にまたこっそり書きます。おはな。おうちに帰ると妹がお母さんに抱っこされてすやすやと眠っていました。手は洗ったの？うん。早く宿題しちゃいなさい。すーちゃんはつま先に書きました。だっこ。今日はもう一度書きました。だっこ。次の日、すーちゃんはれいちゃんのお月様の髪留めを踏んでしまいました。ごめんと言おうとしたら、れいちゃんがあまりにも大きな口で泣くのでびっくりして何も言えなくなってしまいました。だからいつものようにつま先に書きました。ごめん。あれ？おかしいな。つま先に書いたごめんがいつまで経っても離れないのです。大きな水たまりでジャブジャブしても、ブランコに乗って飛ばそうとしても、つま先が追いつけなくなるくらい全速力で坂道を駆け下りても、泥だらけの靴の上にはごめん。
夕ご飯を食べてる時も、お風呂に入っても、お布団からちょこんと出たつま先にも、やっぱりごめん。あれ？増えてる。怖くなって目を閉じると、れいちゃんの泣いている顔が浮かんで、すーちゃんは泣きたくなりました。朝になってすーちゃんが学校へ向かうと、坂の上にれいちゃんを見つけました。すーちゃんがまたうつむくと、ぐいぐい、ごめんに押されて、すーちゃんはどんどん坂の上へ、あっという間にれいちゃんの目の前に着きました。れいちゃん、髪止め踏んじゃってごめんね。れいちゃんはにっこり笑いました。そしていつもみたいにすーちゃんと手をつなぎました。学校に着くと、ごめんは消えていました。置いてきてしまったのかな。でもどこにもいませんでした。今日はつま先もじもじを読ませていただきました。ぜひお子さんにも読んであげてくださいね。